浦上さんって日本にとって何だったんですかね。資本主義のある種ピュアな権化みたいなとこあったわけじゃないですか。既得権益を破壊するような位置づけの人間だったのかなとは個人的には思っていますね。ちっちゃい頃からそういうトレーディングとか投資の帝王学ってやっぱ学んできたんですか、はい、レストランで食べたものの最後の値段を当てるゲームというのが家族の食事の時にいつもプレッシャーが高いゲームなんですけども、はい、海外ではこれだけこう多様性が受け入れられてるのに日本ではこんなまあ昭和的な考えが未だにあるんだっていうのは、女性で政治家を目指す方々の支援をするということで、いわゆるまあ政治塾。皆さんこんにちは。ビジネスディープインタビュー9クエスチョンズ始まります。今日のゲストはですね、村上財団代表理事の村上フレンツェル玲さんです。テーマはパブリックリーダーということです。はい、竹内さん、どんなことをしたいですか？そうですね、やっぱりこの財団のトップとしての、まあ、パブリックなリーダー、まあ、この番組よく起業家の方いらっしゃいますけど、まあ、財団というのは珍しいので聞きたいですし、あとは本当に女性議員を増やすためにいろんな政治塾みたいなことをやってらっしゃって、まあ、パブリックリーダー増やすということをやってらっしゃる、そのことを聞いてみたいですね。財団ってあり方自体がね、はい、まあ、日本ではまだそんなに広がってないですけど、そうなんですよね、世界的には盛り上がってますから、はい、その辺とか聞いてみたいですね、はい、ということで村上さんへの9つの質問を通してパブリックリーダーについて探っていきたいと思います。村上財団代表理事の村上フレンツェル玲さんです。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。失礼します。よろしくお願いします、はい、村上財団代表理事ということで、はい、すごい肩書きですよね。いやただの家族 の財団なんですけども、はい、あれですね、お父様が有名な投資家の村上義明さんが作られた財団ということですね。はい、そうですね、はいはい、まずちょっとご紹介、経歴、はい、1994年生まれで、慶応義塾大学の法学政治学科卒業して、あれですね、最初三菱商事に行かれたんですね。そうなんです、ね、で石油本部というところで勤務されて、はい、でその後インスティアートとか、まあ、ハーバードで学ばれて、はい、2002年に最初お姉様がじゃあ代表理事をされてたのが、はい、はい、そうですね、去年の1月、ちょうど1年前ぐらいに、交代をしました。で今就任ということですよね、はいはい、で9つ質問をご用意してまして、こちらになります。まあ、財団っていうのはなかなか聞き慣れない視聴者もいると思うんで、はい、財団っていうのは何ですか？うちは、一般財団でやってるんですけども、はい、公益財団と一般とありまして、公益だと比較的その公 の, まあ利益につながるようなものを、まあ、支援するという形で財団を作るところがあるんですけど、一般の場合は比較的自由に自分たちの支援先を選べるということで、私たちは一般財団として、まあ、設立をいたしました。でまあ、例えば企業の財団さんなんかっていうのはよくあると思うんですけども、うちの場合は、まあ、家族で、運営を行っているということで、ファミリー財団と呼ばれるようなものになります。でこれはあんまり日本だとそんなに皆さんないかなと思うんですけども、欧米だと非常に、まあ、すごく数も増えていってますし、アメリカとっても4万個あると言われておりまして、ね、結構まあファミリー財団というコンセプト自体は欧米だと比較的、まあ、よくあるものであるんですが、日本だとあんまりないのかなというふうに思ってます。はい、資金はどうしてるんですか？資金はですね、はい、投資の方で、事業会社が投資をして得た利益を、財団の方に寄付をするような形で、はい、資金の流れを行ってます。そこで例えば余ったり儲かったりまたさらに再投資に回していくみたいな感じなんですか？そうですね、はい、もう本当に、基本的に投資で出た利益は基本的に全部再投資なんですが、一部のみ、財団に寄付を行う形で、まあ、自分たちがこれは社会課題として取り組んでいきたいというものがあれば、そこに必要な金額だけを寄付 していくような形です。はい、ご自身はあれですかね、代表理事ですけど起業家的なんですか、はい、それとも財団というとなかなかイメージが。財団だと比較的こう起業家っていうよりは本当にもともとある家族の財団を引き継ぐような形ですけども、私、今若い女性で政治家を目指す方のサポートをしているんですが、そのプロジェクトを始めるときは比較的、まあ、自分でゼロから始めていくっていう意味では似たような形だったのかなとは思います。村上財団のパブリックリーダー塾について聞いていきたいんですけれど、はい、これってどんなことをやってらっしゃるっていうのをちょっと聞いてもいいですかね。私去年の1月にその代表理事に就任しまして、自分が特に興味のある社会課題の解決をしていこうということで、私海外に住んでた期間が長いので、やっぱり日本のジェンダーギャップは非常に遅れているなという問題意識を持っている中で、政治分野はまあ特に日本はすごく遅れているということで、かつそのジェンダーギャップがこう開いていることは、私たちがこう支援しているような子どもの貧困だったり働く女性の支援
なんかにもつながってきているので、やっぱりなかなかこう政治からアプローチされて解決されていかないということをすごい財団の活動を通じて感じていたので、女性で政治家を目指す方々の支援をするということで、いわゆるまあ政治塾のようなものですね。なのでここに書いてあるような講義を行ったりっています。これが今の一番重視してる活動なんですね。そうですね、はい、私が代表理事になってからは一番ここがリソースを割いているかなとは思います。松下政経塾みたいな感じなんですか。はい、非常に近いかと思います。政党に偏らずに、松下政経塾も若い方しか入れないので年齢で切ってるので、そういう意味では非常に近いですね。女性版みたいな形かなとは思います。10代から20代30代集めて、はい、200人ぐらい応募あったんですよね。そうなんです、はい、20名の、塾生に対して200名ほど応募をいただきまして、非常につらい選考を落とさなければいけないというので、そのぐらいみんな優秀だったと思います。すごい優秀な方々から、はい、応募をいただいて。でもそのトップになってこれを一番メインにしたっていうのは、もうやっぱりここが一番日本の課題というか、うん、ここさえ突破できれば日本はもっと良くなるっていう思いなんです。そうですね、特に私たちがその、解決しようとしている社会課題が、比較的その子どもの貧困、やっぱりシングルマザーと関連がありますし、女性の支援だったりダイバーシティみたいな部分でいうと非常に関連はあるんですが、私たちが支援するような NPO さんって割とメガなところが多いんですけども、そういうメガな NPO さんはやっぱりやってることが本当に社会に必要であれば政策提言をしていって、もうセーフティネットの中に入れ込んでしまうような活動をされるんですが、その時に政策提言する上で実際に法律にしていく時に伴走してくださる政治家さんがいないとなかなか進まないということをおっしゃるんですが、そういう方々って女性が多いそうで、実際研究なんかも見ると女性の方がよりこう生活に近い政策に興味がある方々が多いということで、そういうのを考えるとやっぱり自分たちがその財団で解決しようとしている社会課題って、実は政治に多様性があればもともと非営利がやらなくてもいいような、セーフティネットの中に入っていくべきものもあるんじゃないかということで、ここの分野は支援をしたらかなりインパクトが大きくなるんじゃないかなという部分で一番やりたかった部分であります。塾ではどんなことをトレーニングとかされるんですか。いわゆるすごく政治塾に近いんですけど、ここにあるようなその社会課題に関する講義を、現職の方々だったりアカデミックの方々に来ていただいて講義を行うのと、あとこれはリーダーシップは割とソフトスキルの部分ですね。あと選挙ハラスメントだったり選挙制度に関してはもうよりこう実践的な部分で、ハラスメント対策はやっぱ女性ならではで、結構その選挙に出るのをこれが原因で辞める方結構多いので、そこの部分を事前に対策を知っておくっていう、実践的なものも用意しています。選挙ハラスメントってどんなことが起きるんですか、実際には。2種類ありまして、やっぱり有権者から実際に候補者になった時にハラスメントを受けるパターン、これは結構よく聞かれることかなと思うんですけど、実は男性と女性、女性の方が受けやすいのは同僚議員の方々からの結構同じ政党の方々からハラスメントなんかを受けて、継続していくのが辛くなることは結構あるみたいですね。ただ企業と違うので、自分がそれを公にすると次の選挙が不利になる可能性もありますし、実際に訴訟なんかを起こすとすごく長い戦いになってくるので、自分の選挙にもすごく影響が出るということで、なかなか自分からは言い出せないっていうのが企業の中のハラスメントよりもより根深いのかなとは。その対策はここで どんなことをお伝えしてるんですか。第三者機関でそういうハラスメントがあった時に相談に乗れるような窓口をやられている方に来ていただいて、こういう窓口がありますというのと、まずされた時に自分ができることとか精神的にどういうふうに対処していくかみたいな話をしていただいたりしてます。あとは教授の方に来ていただいて、そもそもちょっと今その自治体だったり政党である程度ハラスメント対策を第三者機関として設置しましょうというのは国の法律でも推奨されているので、そういうものをもっとやっていくべきだよねという話をいただいたり、そういう感じですかね。次こうしたいとか、もっとこうしたいっていう今後のビジョンってどんなこと考えてるんですか。
今年の5月から実は公募を開始する予定なので、ぜひあの視聴者の皆様、はい、あの女性の方々応募していただきたいんですが、あの今一応10代から30代の方々 で、はい、で一応あの私が個人的にすごく思っていることは、やっぱりその世襲の方とかタレントの方がどうしても政治の世界には多くて、それがダメだとは言っていないんですが、あの性別だとか年齢だけでなく、やっぱりバックグラウンドの部分でもすごく多様性が政治の分野は低いの で、 でやっぱりその国民を代表するという意味では、ある程度国民と同じぐらい多様性があった方がいいと思うので、あんまり政治の世界にむしろいないようなバックグラウンドの方々に今応募していただけたらなとは思ってます。10代からって何歳からいけるんですか？10歳から10歳からいけるんですね。そうなんです。いました10歳の応募って、ですね、中学生の方は応募していただきました。あ、本当ですか、はい、いいですね、それは希望ですね。いや希望ですね。10代のZ 世代よりまたあの下のちょっと名前が私わかんない、アルファ世代みたいな、はい、アルファ世代、はい、その方々はもっとやっぱり、はい、あのまあ常にいろんな情報が入ってきてるので、すごい社会課題に対する意識は高くて、ただ非選挙権がないので、25歳にならないとあの、まあ、衆議院議員はなれないし、参議院議員だとまあ30歳にならないとあの選挙には出れないので、だいぶ先ではあるんですが、そういう方々でも勉強していただきたいなということで応募をしています。今あのすごく大事にしているのが、コミュニティとしての価値がすごく、まあ、高くなってきていまして、政党も関係ないですし、選挙に出る前 の、 あの方々なので、すごくフラットにこの塾にあの参加されて、でかつ、まあ、女性ならではのいろんな悩みを共有するので、すごく、まあ、あの横のつながりが強いんですが、これを、まあ、継続していくことによって縦のつながりもあのコミュニティ化してい、たいけたらなというふうには思ってます。政党にしていくつもりはないんですね、これがフラットっていうか政党にする気は、そう、そうですね、村上党みたいな、いやそれはないです。やっぱりあの中立性を持ってるからこそできることっていうのもたくさんあるので、政党にするとやっぱりこう色が出てしまうので、中立性を持ってるからこそできることはたくさんあるなとは思います。ただ、まあ、ここに来た方々が自分たちであの辞めた後に、やっぱりそういう政党がないともう無理だよねって思って始めるっていうことは、もうご自由にやっていただいてなるほど。三菱商事にいらしたと、これはどうでしたか、はい、三菱商事非常にいろいろ学ばせていただいたなと思ってます。もともといずれはその父の投資の方 の、 あの会社に入ろうとは思っていたので、投資の方に行くとあの日本の上場株にまあ投資をするので、比較的まあすごく昔からある企業であったり、やっぱり日本企業のカルチャーが強いあの会社が多かったので、そういう意味でそういう企業をまあ中から知るということもしたいなと思ってたので、あの、まあ、そういう観点から就活なんかをしてましたので、まあ、三菱商事でいろいろその日系の企業のまあ経営のやり方だとか、企業の中のカルチャーみたいなのはすごい勉強になりました、はい、具体的には石油の本部、石油本部で どんな仕事とか。原油のトレーディングのチームにいたので、まあ、原油が一番そのマーケットが大きいので、非常にこうマクロの需給に左右されるようなあのマーケットなので、そういう、トレーディング部隊にいました、はい、ちっちゃい頃からそういうトレーディングとか投資の帝王学ってやっぱ学んできたんですか、うん、はい、小さい頃からやっぱりそのお金について学ぶみたいなのは非常にあの父から、私含め兄弟全員すごい受けてきました。例えばどんなことを。よくやるのがこうレストランに行った時に、レストランで食べたものの最後の値段を当てるゲームというのが、あの家族で、はい、やっぱり食べた時 の、 その雰囲気だとか、提供されたものにの価値に対してどれぐらいの値段がついてるかをまあ考える。でこれすごい外すとめちゃくちゃこうなんか全然お金の価値が分かってないっていうので、結構プレッシャーがある。ああ家族の食事の時いつもプレッシャーが高いゲームなんですけども、はい、それって今の財団運営に役立ったりしてますか。お金に対する、もしくはこう投資に対する理念みたいのは、あの実はすごい財団の活動に、まあ、重要だなとは思っていて、あの寄付先を選定する時に、あのまあ、ずっと財団を始めてからすごく気をつけてることであるんですけど、まあ、1円寄付したらその分どれだけのリターンをその、まあ、非営利団体があの社会に対してできるかっていうのをすごくまあ一つの指標にしていまして、そういう意味ではやっぱりちょっと投資と似てる部分だと思うんですけども、非営利の団体によってはすごくまあお金を多く使うけども
あんまりこうパッションでこの人たちを助けたいっていうことでたくさんお金をばらまいたりだとか、非常にお金がかかるやり方でその人たちの支援をするパターンの非営利団体さんもあるんですが、そうするとやっぱりその1円単位での社会に対するインパクトっていうのは少なくなってしまうので、どちらかというとすごく効率的にその寄付とか集めたお金を社会のインパクトにつなげてくださるような非営利団体さんを見つけて支援しているというのは、ある意味ちょっと投資と似てるかなとは。結構厳しくチェックしてるんですね。はい、そうですね、これもそのリターンを数字で見ることはすごい難しいんですけども、可能な限りコミュニケーションを取って結果を見ているというのはあります。はい、そういう意味で政治ってリターンが測りにくくないですか、さっきの話パブリックリーダーに。そうですね、これは非常にリターンが測りにくいと思います。かつこれを寄付をして、すでにやられてる方に寄付をして応援をするという方法もあったと思うんですが、非常に分かりづらいですし、どこの団体さんが非常にこう中立性を持ってやってるかっていうのもすごく難しいというので、自分たちでやる方が一番結果が出るんじゃないかということで、これに関しては自分たちでやった一つになります。なるほど、はい、すごくいろんなことにパッションを持ってらっしゃると思うんですけど、はい、何に突き動かされてるんですか、なんか体験があったとか。そうですね、一番原体験としてすごい感じない、やっぱり私、中学3年生の時にシンガポールに行きまして、で高校3年間はカナダに留学をしていたので、海外での生活が若い時にあったということで、でカナダ の学校にいた時は寮生活をしていたの でその寮もすごいいろんな国の方々がいたので、非常に多様な社会の中ですごい生きていたっていうのがあると思います。で私の代なんかは生徒会長の方は私の、学年でゲイの方 でその方がいろんな校則を変えたりだとか、今よく問題に上がってるような制服で女の子はスカート、男の子はズボンだみたいなのも、私がもう高校にいた頃から生徒がそれはおかしいんじゃないかっていうのでいろいろ校則が変わったりなんかもあったので、非常にこう多様性を受け入れるような社会の中で生きていまして、なんかこうカナダとかシンガポールの時のすごい多様な社会が自分にとって当たり前になってたので、大学の時に日本に帰ってきてすごい大きな違いを感じまして、当時女子力とかそういう言葉が流行ってた時期で、まだまだその大学生でもやっぱりこう女子はこうで、こう男子はこうみたいな、なんかそういう固定観念が私の年でも一部あったので、そういう意味ではなんかすごく生きづらさを感じたというか、海外ではこれだけこう多様性が受け入れられてるのに日本ではこんな昭和的な考えが未だにあるんだっていうのは非常に驚いた点ですね。でもその後三菱商事に行くわけですね。そうなんです。ザ日本企業というか。そうですね、はい、本当三菱商事に行った時はなんかそういう働き方とかも、あまりその前職なのであんまり悪く言うのもあれですけども、やっぱり女性だと結構接待も大変だったりだとか、女性の方が辛いこともあると思うんですね、やっぱりビジネスの場面でも。でそれがあった後に私インシャードという欧州の大学院に行っているので、はい、大学からその三菱商事にいた期間で完全にもう日本人になっていたので、結構そのインシャードでは授業でもよくあるんですけど、日本はすごい変わった国だみたいなのがこう授業ですごく出てきて、で授業の一部でもなんか日本の CM とか日本のドラマが出されて、いかにこう日本が多様性がこう許容されてないかみたいなのがすごいこう、それ悪い文脈で出てくるんですか。そうなんですよ、すごい刷り込みなんじゃないかと思うぐらい教授がみんな言うので、でそんな日本人がいないので私もすごいいろんな人からその質問を受ける中で、確かにこういう働くカルチャーがあったりとかを言うと、やっぱりいろんなそのインシャルに来てる生徒からやっぱり日本はそれすごい遅れてるっていうのをまた言われて、ある意味なんかこうもう一回カルチャーショックを受けるような形で、やっぱりじゃあ日本のそういう働く環境だとかっていうのはまだまだ遅れているんだっていうので、もう一度財団の中でジェンダーギャップだとかそういう多様性の活動していきたいなというふうに思いました。その時行こうと思ったのはどういうきっかけだったんですかね。三菱商事は辞めていったんですよね。はい、そうです、はい、三菱商事は一回退職しまして、はい、インシャードの留学は自費で行ったんですが、もともとずっと非営利にはすごい興味がありまして、私の父が村上財団をやる前にチャリティープラットフォームという NPO を設立しまして、それはいろんな NPO が情報をそこで公開してプラットフォーム化することで、信頼できる寄付先を寄付者が見つけられるというような、その中で小学校の時から割といろんなそういう NPO さんの活動に行くこともあったので、もともとすごく興味が
あった中で、一度海外に行ってやっぱり日本がいろんな遅れてる部分を見るともう一度やっぱり非営利のフィールドで社会にインパクトを出すような仕事をしたいなというのは感じました。実際どうですか、やってみて代表理事っていうことで、まあ、いろんな人がいると思うんですよ。こうなんですかね、有名になりたいとか、まあ、権力を持ち、いろんな人がいると思うんですけど、割と私は社会にインパクトを出したことが自分の幸福感にすごいつながるタイプの人間なので今のところすごく楽しくやっています。なるほど、はい、ちょっとさっきから村上義明さんの名前出てきてます、はい、質問項目にもあるんですけど一言で言うと どういう存在ですかね。尊敬する存在ですかね。一言で言うとすごく近い存在で、まあ、一緒に旅行行ったりとか、まあ、一緒に飲み行ったりとかするような中ではあるんですがやっぱり尊敬する存在だなと思います。こういうすごい濃いキャラのお父さんを持つってどんな感情なんですか。どういう、ね、なんか人生なのかなと思って。楽しそうですよね。ある意味そうですね、確かに家族の中ではすごい楽しいです。結構いじられキャラになりますし、うん、村上さんって日本にとって何だったんですかね。なんかこれ歴史的に振り返るとやっぱ面白いなと思って、うんうんまあ、資本主義のある種ピュアな権限みたいなとこあったわけじゃないですか。そうですね、確かに資本主義がどっちかというと歪んでる日本において、もし歴史学者としたら父をどう位置づけますか。どこかでいつも起きることだと思います。やっぱり権力がこう一部にたまるとこうどんどん既得権益ができてしまうじゃないですか。それをまあ打破していこうとする勢力って、まあ、スタートアップでもよくあると思うんですけども、まあ、そういうまあ既得権益を破壊するような位置づけの人間だったのかなとは個人的には思っていますね。ただそれに対する抵抗感っていうのはやっぱり出てきますし、早い段階でやってある意味いろんな形で難しくてできなくなってしまったんですが、そこからまあ徐々にやっぱり既得権益があまりにそういう新しい破壊的イノベーションとか破壊的な新しい考え方に抵抗感を持ちすぎだっていうような雰囲気は日本でその後できていたんだったとしたらいいなとは個人的には思ってます。資本主義と戦った村上さん、あとテックとかあと政治と戦った、はい、地方と戦った堀江さんっていうのがやっぱりね日本の経済史の中でもすごくね目立つと思うんですけど、その2人の教訓を今後日本を変えていくために、はい、この村上財団のテーマでもあると思いますし、はい、そこから生まれてくる政治家も教訓って生かさなきゃいけないと思うんですけど、そうですね、どう生かしたらいいと思います。そうですね、変えるためにあんまりぶつかりすぎないというか、返り討ちにあったりするわけじゃないですか。いや本当おっしゃる通りだなと思っていて、まあ、私がやってることもある意味既得権益ではないですけども、もともとあるようなそのまあジェンダー、まあ男性がかなり多いような部分に女性をもっと入れていこう、やっぱりそこは抵抗感があるものなので、そこはやっぱり対話とそれからまあぶつかり合いすぎないっていうのは一つあると思いますね、はい、なのでちゃんとその、まあ、意図をしっかりと説明していって対話をしていくことっていうのはやっていかないと、すごく驚異的な人間に見られてしまった途端に前に進まなくなってしまうのかなとは思います。先ほどの塾の項目でも対話力ってありましたもんね。そうですね、確かに対話ですね、確かにな。村上さん対話うまそうですね。いやいやいや柔らかそうで、敵をあんまり作るタイプじゃなさそうですね。あ、そうですね、そうかもしれないです、ね、あんまりいないかもしれない。そうですよね、敵は作りすぎない方がいいってことですよね。そうです、まあ、特に日本はそうかもしれないですね。アメリカとかだとやっぱりその、まあ、Uber とかが元々の既存産業を破壊しに行って、それがまあ破壊をしていくうちにどんどん後からついてくるみたいのがあるじゃないですか。多分日本の場合はそれ合ってないと思うんですよね。国民性とかカルチャー的に破壊しちゃうと多分潰されちゃう可能性の方が大きいので、むしろ徐々に徐々にうまくやっていくような人の方がこう成功しやすいのかなとは思ったりしてます。村上さん戦略としてやってるんですか、それともご自身のキャラクターなんですか。それ、いやでも別に、はい、戦略、そうキャラクター、はい、そうですね、もともとそうですね、スイスと呼ばれて家の中ではそのエッセ中立国みたいな、そうです、姉と兄がこうフランスとかドイツで、あ結構転換して、結構まあ結構意見が強い、私はずっとスイスと呼ばれてたので多分元々のキャラだと思います。そういう意味で次のこの多様性の困難なんですけど、まあみんななんとなくというかもうかなりクリアに日本には女性の政治が少ないって分かってるじゃないですか。そうですね、どこがひねれば突破できるんですかね。ジェンダーに対するバイアスみたいなものっていうのはすごい時間がかかると思うんですよ。
でこれは比較的欧米諸国なんかは、まあ、人権をしっかり守っていきましょうという人権感覚が非常に高いですし、移民の方々が多いのでそういう違う、まあ、バックグラウンドの方々 の差別はやめましょうというのはすごく欧米がすごく先に進んでいったものを日本はあまりそういうものがこうできてきたというよりは輸入された形でジェンダーバイアスみたいなのをなくしていきましょうというのが言われているので、これはやっぱりなかなか時間がかかるかなというふうに思います。ただ政治分野でいうと女性がここまで日本で増えてない一つの理由はやっぱり選挙制度があるかなと個人的には思っていて、まあ、例えば参議院選と衆議院選で見ると参議院はまあ 25% ぐらいで割と 全世界の平均なんですよ。 25% って実は、うんうんうん、で衆議院は 10% でそれで見るともう本当に全世界で見ても下の方っていうので、やっぱり参議院と衆議院だと選挙制度が違うのでそれでどうしても衆議院はなかなか進まないというところがあるので、選挙制度を抜本的に改革をすると実は普通に女性はクオータ制とか入れなくても公平なやり方で増えていくのかなと思っています。それ具体的にどういうんですか、はい、衆議院の方がその頻繁に変化があるからってことですか。そうですね、衆議院はですね、はい、一人区なんですよね、この、はい、小選挙区制が、うん、そうするとやっぱり現職がすごく強くなってしまうのと、 あと2人区とか3人区だと、まあ、1人は男性立てもう1人は女性立てようっていう政党のちょっとしたこう配慮があるので参議院なんか結構多くなってるんですが、まあ、ちょっと1人区の、まあ、すごく特殊な理由によってすごく遅くなっちゃってる部分があるのでそれをまあやめるとだいぶ良くなるかなと思います。あとまあその現職が強いことによってやっぱり政治もすごく新陳代謝がないので、まあ、若者も少ないですし新しい人も全然入ってこないし一人の人がすごく長く続ける政治になってしまっているのでこの選挙制度を変えると、まあ、若者も女性もいろんな人が新陳代謝が上がって入っていくような形になるのではと思ってます。なるほど、はい、ただまあその選挙制度を変えるのは現職の方なので現職が強い選挙制度を続けたいっていう思いの方が多分強いと思うのでなかなか変わらないとは思いつつこれは突破口じゃないのかなとは思います。小選挙区制ってやっぱ失敗だったんですかね。そうすると私はそうですね失敗だったかなとは思います。もともとはそのイギリスの小選挙区制を真似して、まあ、小選挙区制ってこう風が吹くとこっちの政党がバーッとこう変わっていくんですよ。ひっくり返るので、はい、そういう意味で政党政治がもっと強くなると思って入れられたんですけども、まあ、日本の場合はやっぱり今の与党がすごく強い中でそこまで風が吹かなかっただからまあこういう状態になってしまってるっていうのがあるかなとは思います、うん、中選挙区系よりも狭いだけにお金はかかんないんじゃないかみたいに言われた、はい、ところあったんですけど、はい、政治のお金っていうところは新しい人が出てくるためにどう考えてます、はい、非常にお金は大事な部分かなと思ってます。やっぱりバックグラウンドがすごく特殊じゃない方で政治に入っていく場合はやっぱりお金がないと絶対にできないというまでは非常に政治においてはお金は大事かなと思ってます。ただ日本の場合やっぱりアメリカなんかってすごくその寄付献金の金額が大きくて、まあ、だからこそいろんな利益団体の影響を受けてしまっている部分もあるんですが、日本はやっぱり個人から献金するのもいろいろルールが厳しかったりだとかするのでそこの部分もうちょっと緩和してよりお金が集まりやすいようにするのも一つ手なんじゃないかなとは思います。いろんな大きい財団ができてきて、はい、本当にその財団がいいと思う候補にどんどんお金が回っていったら、はい、また違う流れできますね。そうですね、確かにそうですね。ただ財団だとまたこれも政治資金規正法でできないんですよ。できないんですか。そうなんです。財団はやっぱりちょっと献金はできないということで、まあ、いろんな団体が例えば、まあ、スタートアップの団体がもっとこういう規制緩和を進めたいからって言って献金をするだとか、まあ、いろんなそういうグループが自分の利益を進めるためでいいと思うんですよ。だからそういうところにお金が集まっていくっていうのはいいんじゃないのか。あとはアメリカなんかだと結構個人の献金、特にオバマなんかはすごい自分で個人の献金をたくさん集めたタイプの方でして、プラファン的なことができるように規制緩和とかを政治分野もしてもいいと思いますし、政治資金の規制緩和っていうのはもうちょっと起きてもいいのかなとは思います。はい、村上財団では候補者の方に100万円ぐらい支援するんでしたっけ。あ、はい、そうです。その方々はまだちょっと選挙に出る前なので一応一般の方ということで財団としても政治資金でなくお金を渡しできるんですけども、一番最初のスタートダッシュでお金があるとその後にお金を集めやすいですし、チャレンジしようという意気込みにもつながるので、そこの部分は一つ大事な点かなと思ってこの塾の中にも入れてます。あと、まあ、
そのお金の部分でなかなかいろんな方がチャレンジしづらいのは、会社辞めなきゃいけない方が多いんですよね、候補者になるときに、うん、そうすると、まあ、1回退職をして、かつ選挙に落ちると、あの就活結構大変ということで、なかなかのリスクを取られる方が多いので、企業がまあ休職中に選挙に出れる制度、あの結構採用しているところも多いんですけども、そういう制度をいろんな企業が入れていくと、よりまあ一般的にこう経済だとかいろんな分野で活躍されている方がチャレンジしやすい環境になるのかなとは思います。そういう意味では立候補した後は支援できないのであれば、それまではなんかずっと月給みたいな形 で、 あ、そうですね、もう支援していくといいですね。それもできると思います、やろうと思えば、はい、1000万円ぐらい支援するとか、もうあの採用、例えば、まあ、あの雇ってしまってっていう形になるんじゃないかなとは思いますね。ただ、まあ、もう出ると決めた瞬間から一応あの献金になってしまうの で、 その結構難しいんですよね、そこの線引きが。なのでそこの部分でまた難しいっていうのはありますね。いろいろあるんですね確かにな。もちろん政治家を育てるってこともやりつつ、そのロビングしたりとか。ロビングは確かに、うん、あのまあ財団とは別で個人的には結構そので、まあ、できるところはやろうとはしてますね。あの一つはやっぱり非選挙権の引き下げというのはやっていきたいなと思っていて、やっぱり10代の方でも非常に優秀な方いらっしゃいますし、特にまあ経済の分野ではスタートアップもすごい若い方も皆さん活躍されてるんですけど、政治だとまあ25歳にならないとそもそもまあ選挙に出る権利がないので、まあ、チャレンジする権利すらもないということで、まあ、成人年齢下げたので、そこまで非選挙権も下げた方がいいんじゃないかっていうことは、あのもっとロビングをしていけたらなとは思ってます。なるほど。反応どうですか？反応は、いまいちです。いまいちですか？いまいちです。なんでですかね。なんか30とか25ってちょっと遅いなって思いますよね。変えたら変えたでも新しいライバルとなる若い人たちが出てくるっていうのは一つ、まあ、ストッパーにはなってると思いますね。あとはあのそもそも国民がそこまでそこにこう興味を持ってないので、あの政治側としてもわざわざそれを取り組む必要がないというふうにおっしゃることが多いですね。あ、興味ないですかね、みんな。あんまりやっぱりあの成人年齢を引き下げるときは結構いろんな結構いろんな議論ありましたよね。はい、ありましたけど、やっぱり非選挙権までになると、まあ、一部の方々のお話なので、あ、まあ、どうせ自分は出ないしみたいな感じですかね。そこまでこうアクティブに変えていこうという方は多分少ないんじゃないかなとは思います。はい、ということで最後の質問、10年後ですが、はい、まあ、村上さんの10年後、あとはまあ村上財団の10年後、はいはい、どうなってますか？あの私個人はちょっと10年後は分からない、はい、分かんないというところだなと思っていて、むしろまあ分かるような人生を歩まないようにいろいろやっていこうかなとは。政治家には興味ないんですか？あ、興味ないです。興味ないですね。私はもう出るつもりは全然ないんですけども、はい、まあ、でもやっぱり社会にインパクトを与えることはすごくあの、まあ、自分にとってあの楽しいことなので、そこはやっていけたらなと思いますが、まあ、私自身まだ今あのシンガポールの居住者ですし、どこの居住地になるのかも、まあ、10年間考えたらわからないなということで、全然ちょっと自分が10年後どうなってるかは全然全く予想がつかないなというところです。財団に関してはまあ10年後はあのやっぱり今やってる活動は長く続けていって、ある程度の期間、まあ、5年後とか5年おきとかにちゃんと数値目標を設定しているので、そこに対してある程度こう成果ができているかの評価をしていった上で続けるかを決めていきたいなと思ってます。あとはやっぱり非営利団体さんへ の、 あの寄付を通じた支援をしてるんですが、やっぱり明らかにその支援ニーズがあるけどもアプローチされていなかったり、効率的にあんまりここが進んでいないという部分はプロジェクトベースでどんどん財団としてもやっていくことがいいのかなと思っているので、いろいろあの今後もプロジェクトを作っていきたいなとは思ってます。日本におけるその財団のあり方もそうですけど、まあ、ある種富裕層の人たちがどう社会に貢献していくかってモデルが戦後もあんまりなくなっちゃったじゃないですか。いや本当そうですね。どうやるといいんですかね、嫉妬されずに。なんかすぐ上級国民とか言われて叩かれるわけじゃないですか。そうなんですよね。そう言われずになんかね、社会に受け入れてもらうためって結構大きいテーマだと思うんですよね。本当そう思います。アメリカなんかも寄付額もどんどん増えていってるので、ただ日本の場合はなかなかそれが増えないなっていうのはあります。やっぱりでも批判が原因なんですかね。日本もお金持ち結構いっぱいいますもんね。いますよ ね、はい、もっとこうファミリー財団みたいなものが増えていけた、いったらいいなとは。確かにそうですね。私個人的にはすごく思ってます。なので、ぜひファミリー財団もたくさんあの批判ではなく褒めていただく機会も、ね、もしいただければ、もしかしたら、まあ、やろうというきっかけにはなるのかなとは思いますね。あとはまあ
その財団もそうですけども、ファミリーオフィスっていう概念があまり少ないなと思っていて、シンガポールは特にファミリーオフィスに対するいろんな税制があるので、それでアメリカの方々も増えてますし、中国だとかヨーロッパからいろんなファミリーがまあシンガポールに移ってきて、そういうファミリーオフィスをやっていく中で、自分たちが2世だとか3世の方で相続を受けたお金のポートフォリオを組むときに、すごくインパクト投資とか ESG も非常にやっぱり増えてますし、そのポートフォリオの中に一部社会貢献とかを入れるみたいな形で考えられる方が多いかなと。だからそもそもその相続を受けた2世とか3世の方がそれをポートフォリオを組むっていうのが当たり前なのかなと思うんですけど、やっぱり日本だと比較的不動産で持ち続けるとか、ポートフォリオを組んでアセットマネジメントをするっていうよりは、同じようなこう不動産とか割とあまり動かない変動しないアセットに置くっていうのが割と多いことも原因なのかなとは思っています。他に何かやりたいことありますか、パブリックリーダー塾以外に。やっぱり先ほど言ってたような政策提言の部分は、シンクタンクみたいな感じですか。そうですね、シンクタンクみたいな形で、そこはもっと日本は足りないなとは思います。やっぱりすごく現場で頑張られてる方もいるんですけども、ものによってやっぱり法律をこう変えるだけで、もともとその効率的に拾えてなかった人たちがうまくこう拾えるような形になったりっていうのがあるので、そういう政策提言みたいなものはもっともっと活発になっていった方が、社会全体としてプラスじゃないかなとは思います。はい、はい、ということで9つ質問終わりましたので、こちらで終わりたいと思います。村上さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回の9クエスチョンズは村上財団代表理事の村上フレンツェル玲さんでした。テーマパブリックリーダーでしたけど、いかがでしたか。そうですね、やっぱり、企業とか政治とかそれだけじゃなく、第三のなんか場所というか、組織がこうやって変えていくっていうのはやっぱり、社会全体を盛り上げていくために大事なんで、すごく未来に向けた示唆になりましたね。そうですよね、今日お父さんの話も出ましたけど、村上義明さんって、ある意味日本の資本主義の歴史の中で象徴的だった方が作った財団で、今はこういうパブリックな、リーダーを生み出すいろんな拠点になっているという、そこも歴史的に見ても面白いなと思います。そうですね、はい、ここはもういろんな財団とか、いろんな塾とか出てきて、そこはいい意味で競い合えばさらに盛り上がりそうですよね。さらにそこから本当に政治家が出てきて日本が変われば、あ、こういうことだったなというふうに気づくかなと思いました。はい、ということでビジネス DP インタビュー9クエスチョンズ、次回もお楽しみに。